みなさん、こんにちは。ユミネムです。あ、This is Room 20, 受験授業クズワンというのはい、上手にできました。この動画ではですね、手放すことの大切さを知りましたよっていう、生配信、ライブをやったんですけど、ちょっとね、私自分で言うんですけど、いい話できたなって思ったんで、ちょっとこの動画一本にまとめたいと思います。かなりスピリチュアル系の話になるので、ちょっと苦手な方はここで動画を止めて、また次の動画でお会いしましょう。はい。まあ、手放すことの大事さをユミネは知ったんですけど、例えば人間関係とか、友達とか恋人とかでもそうだし、あとは仕事の人間関係とかもそうだし、あとはもう仕事っていう、その、大きなものだったりとか、もう何かが自分を縛ってるって時に、やっぱり自分生きづらくなるじゃないですか。そんな時に手放していこうよっていう話ですね。じゃあどうやって手放すかっていうと、私はよく人間関係で苦労するっていうか、人間関係でちょっとこういろいろ壁にぶつかったりもするんですけど、そんな時にまず最初の何回かは、あ、これは学びだ、これは学びだって思うんですよ。あ、こういう人間に出会えて、まあ、ちょっと嫌な気持ちもしたけど、でもこれはこういう気持ちを学ぶことで自分はもっと成長できた人間になるし、あとは例えばまたこういうことで悩んでる人が未来にねいたとしたら、その人の気持ちを分かってあげることができる、人の気持ちを分かってあげる人間になれるっていうのは優しい人間になれるなと思うから、ちょっと最初は嫌なことでも学びって思えば、自分のものに、自分の体に栄養になるんですね。自分の未来に、自分の精神に栄養になるんですけど、それがこう何回も繰り返されていくと、もういい加減にしてっていう感じになるんですね。人間、私はなるんですけど、でそうなった時にやっとそこで手放しっていうものが必要になってきて、私はもうこの人からいろいろ学ばせていただきました。もうすごく自分を成長できました。ありがとうございます。今まで本当に私という人間がちょっとなんか3段階大きくなりました。ありがとうございました。でももう私は次のステージに行きますから、この人間関係とは卒業しますって言って、卒業っていう言葉を使うとすごくいいです。この人とはもう会いたくないとか、この人とは絶交するとかじゃなくて、もう卒業しますっていう感謝の気持ちを添えて、自分からこう旅立っていくっていう、手放していくっていうイメージですね。もう本当に肩甲骨広げて、こうやって両手を広げて、自分は旅立つぜっていう鳥のイメージで行ってみるっていう、はい、そうなると、例えば人間関係で悩んでたら、その人と、まあ、できるだけ会わないようにするっていう、フィジカルにね会わないようにするとか、あとはメールとかもできるだけこう返さないとか、全然いいと思うんですよ。そうやってこうどんどんこう手放していく。で、あとはまあ例えば仕事だったら、もう自分はその仕事を辞めるとか、まあ、他の方にこう頭を向けていく必要がありますよね。で、夢でもそうすると、まあ、その時その時には自分をねどうにかして楽にしていこうっていう感じでいますね。で、こう手放すとやっぱスペースが空くんですよ、自分の中に。で、このスペースに新しいものが入ってきてくれるんですよ。例えば人間関係をこう卒業して手放してスペースが空いたところに、今自分に必要な人間がこう現れてくれるとかありますね。仕事だったら仕事がちょっと辛くて、でも頑張って手放して、そしたら次には素敵な仕事がこうゲットできるとかあります。これは結構靴箱の法則って言うんですけど、言うんでしょうか、私は靴箱に例えるんですけど、家の靴箱に誰も履いてない靴とかバーってあったりとか、自分の靴でも本当に1年に1回2回履くか分かんないぐらいの靴が入ってたりとか、靴箱がいっぱいだと新しい靴を買ってもそこに入れることができないし、玄関もどんどん汚くなっていくし、それって精神的なストレスになっていくんですよ、はい、だけどもうこの下駄箱の中をこう全部こう見て、あ、この靴はもう履いてない、この靴も履いてないって言って、どんどんもう処分していく、まあ、必要な人がいたらその人に譲るとか、もうゴミ袋に入れてさよならって捨てるとか、こう循環させていくっていうか、綺麗にしていくんですよ、靴箱を。そうすると空いたスペースを見るだけでもすごく気持ちいいんですよ、うん、人間すごくねスペースを見るとすっきりしますね、うん、それで靴箱にその空いたスペースがあるので、例えば玄関も綺麗になるし、行ってきますって
言う時も気持ちいいし、帰ってきて綺麗な玄関、綺麗な下駄箱を見た時にやっぱり気持ちがいいんですよ、かなり。でこの気持ちの良さっていうのは波動の高さと同じなんですね。気持ちいいと波動は高くなりますから。波動高いってどういう状態かっていうと、ふわっとしてる時ですよ。ふわっとしてる時、自分が風船のように気持ちいい時に波動って上がるので、はい、そういう感じですね。でも汚い玄関とか見るとこうグッて嫌な、うわ汚いなっていうの時って、こうグッていう気持ちの時には重りでこの風船が自分なんかこう落とされている感じですね。波動は低いですよね、良くないんですよね。なのでまあこう靴箱に例えると、いらないものはこうどん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 処分してって、で今靴箱に何があるかっていう状態を把握しているっていうのも大事ですよね、うん。まあ、心に例えると、心はぐちゃぐちゃしてたけど、このあこれもちょっともう卒業したいとか、これもちょっとやめた方がいいなとか、でそうやってねって心は今何を求めているのかな、何が嫌なのかなって分かるっていうこともすごい大事ですよね。で例えば、まあ、靴箱に戻るんですけど、空いたスペースに自分のね気に入った靴を入れた時はもう気持ちがいいじゃないですか。心と同じですよね。嫌なものを手放した、でこのスペース、はあもう明日から何もそのこと気にしなくていいんだってなった時にふっと楽になる、波動が高くなる、良くなるんですよね。そういう時にいい出会いが入ってくるんですよ。でこれはね求めなくてもいいんですよ、探さなくていいんです。向こうからスッと入ってくれるんですよ。向こうからスッて入ってきた時にウェルカムっていう感じですね。でもこのスッて入ってくる時にもちょっとコツがあって、やっぱ常に自分がどんなものを求めているかっていうものは知っておかないといけないんですよね。だからこの心のお掃除、まあ、下駄箱の掃除する時もさっき言ったように、自分の心はどんなものが欲しいか、どんなものがいらないか、やっぱ日頃ちゃんと自分の心をちゃんと整理して、どんなものが欲しいか、どんな人に出会いたいか、どんな会社に行きたいか、どんな仕事をしたいか、どんなライフスタイルで自分は生きていきたいかとかって、そういうものをちゃんと分かっていくっていうのが日頃大事なことですよね。で空いたスペースにふわっと入ってきてくれるときは、その時タイミングとかがねあるので、その時にウェルカムっていう感じですかね。意味が分かりますでしょうか。傷つきがいるよあとね、何度手放しても何度も来るっていう揺り戻しっていうのがあるんですけど、まあ、こういう時って私手放したと思ったのにみたいな、何なのまだって、手放しが足りてなかったのとか思わなくていいんですよ。手放してもやっぱり試験来ますね。本当にあなたは本気ですかみたいな、手放すこと本気ですか、新しい世界に行くこと本気ですかみたいな感じで、やっぱ試されて何度も何度も同じようなことを繰り返していくんですよね。でその時にやっぱり自分とはっていうことをまた再確認するいいチャンスだとも思うし、最近あったんですけど、私は何度も来るんですよ、何度も何度も来るので、その嫌なことが、これはもうなんか気づけよって言われてるような気がして、たまらなくて、何に気づかなきゃいけないんだろうと思って気づいたのが、まあなんかこういう嫌なことを私はやっぱり YouTube ユミネムとしてシェアをしていかないといけないっていうことですよね。シェアをしてシェアをしてシェアをしまくろうみたいな、手放しの法則っていうこういう動画を作ろうっていう、まあ、この作る原因となったのはちょっとこう嫌だなって思ったことがあったからこそ、それを乗り越えて自分でやっていかなきゃいけないって答えにたどり着いたので、もうこれは気づかされてますよね、はい、使命全うしろよみたいな、眠たいって言ってねずっと寝てるんじゃないよ弓眠って言われました。気づきました。とりあえず今気づいたのでかなりスッキリしています。でもこの気づきっていうのも自分で気づくから大事なんですよ。人に気づかされるとかじゃなくて、自分でなんでだろうなって考える力大事です。それをして丁寧に生きていかないと、人間絶対に思考停止人間になっちゃいますよ。思考停止人間になってしまいます。何も考えることができない人間になる。考えるって言ってもなんだろうな、仕事とかはちゃんとできるけど、やっぱりこう自分が辛い時になった時に自分との接し方がわからないような、ちょっと辛い人生になってしまいますので、そうなってしまう前に、いやそうなってしまってもやっぱりいい人生を送りたいと思ったら、心に従いましょうというか、従いましょうというか、心に素直に、嫌なことは嫌だ、好きなことは好きって、で手放していくそんな感じですかね、そんな感じですかね。
まあ、ユミネムもこのね、バンクーバーに来てもう1年半とか経つんですけど、いろいろなことがあったりとか、幸せだったりハッピーだったりホッピーだったりピーハツだったり、まあ、乗り越えなきゃいけないものだったり学びだったりいろいろありましたけど、まあ、これからもまだありますね、うん、でもその都度やっぱりこうやって自分を成長させてくれる何かっていうのは変わりがないです。なのでもう開き直って、まあ、どんと来いよっていう気持ちでもあるし、もう分かります、何があってもうまくいってますから自分の成長です、そうやって思える今が素敵なんです、そうやって思える自分の心は自分で作っていきますから、この動画を見てねちょっとでもね、ああそうなんだって思ってくれたらいいなと思うし、間違ったことなんてないし悪いことなんてないし、何でも OK なんですから、自分が思うように人生は行くから、思いたいように思うことが大事だし、うん、こう自分に余裕がある人っていうものは素敵だと思うんですよね。だから自分の問題は自分の中で解決していく、でその時に助けてもらった人に感謝をして、いつか自分も人を助けれるような人間になりたいなとか、そう前を向いて生きていきたいですね。はい、うん、手放すっていうものは決して壁を立たせるっていうことじゃないんですよ。この人とはもうさよなら手放すバーンって壁を作るっていうイメージではなくて、本当にもうありがとうさよならいってらっしゃい行ってきますさよならみたいな感じで行きまーす行けたらいいかなっていう、壁を立たせるとね、ベルリンの壁も壊れたみたいな感じで、やっぱ壁って崩れますから、手放して飛んじゃえばいいんですたまにはちょっと人生テイクアブレイクのモーメントをキープして、なんと言いますかちょっと立ち止まってね、こういうことがあったな最近、自分の中でまとめてみて、ユミネムだったらこうやって動画にして、でまたじゃあ明日から頑張っていこうっていう感じですか。今日もこの動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いできたら素敵ですね。はい、それではHave a sunshine day! Bye! 久しぶり